あれか。心強いの。待ちわびたぞ。待たせてくれるわね。日焼けしちゃうじゃない。あなたは素敵。ちゃんと援軍を呼んでくださったのね、金沢様。もちろんじゃ。小少々頼りにしてるわよ、お兄さん。おい元親様、一条と大友の軍が攻め寄せてまいりました。すまんな、手間をかける。光秀。いえ、参りましょうか。四国の雄長宗我部元親は土佐を統一、四国制覇に乗り出そうとしていた。その野望をくじくべく現れたのは、かつて土佐から追放した公家大名一条兼定である。兼定は九州の大友家から橘家高橋家の軍勢を借り受け、土佐を奪い返さんとした。元親は吉見を通じていた織田配下明智光秀と共に、土佐の安定のため兼定討伐に乗り出す。元親と兼定、将の優劣は明らかだが、謎の女小少将の存在が波乱を巻き起こす。四国の将、四万十川の戦い。よっしゃ、今日も戦国無双4デラックスでやっていきたいと思います。四国の将ですね。長宗我部元親、奏でよう、誠実にの。明智光秀、元親殿、加勢いたします。行くぜ。ふむ、いざ出陣なのじゃ。何者だお前は。わらわに何者かと問う。そっちこそ何者なのじゃ。こら、無礼ですよ。その方が長宗我部元親殿です。元親殿、娘の無礼ご容赦ください。船の積み荷に紛れて密航してきたらしく。わらわも父上のお役に立ちたいのじゃ。長宗我部、よろしく頼むのじゃ。長宗我部だ、元親でいい。戦は遊びではない。戦うつもりなら相応の覚悟をしてもらう。覚悟ならば船の積み荷に潜り込んだ時からとうに決めておるのじゃ。まったく困った子ですね。上等。よっしゃ、やっていくぞ。戦国無双4デラックス四国の将ですね、ついに始動。一条兼定と長宗我部元親の対決ですね。じゃあ敵はですね、一条だけじゃなくて大友軍っていうね、九州のね、立花とかがいるんで、まあ連合ですね、向こうは。そこに相対する感じですね。まあ四国制覇乗り出してる長宗我部なんでね、制覇していかないとね、いけない。ただ織田の援軍としてね、明智光秀が来てるんで、まあ窮地の中ということで、そこと組んで頑張って四国制覇乗り出していきたい。いやー、でもついにね、やっと四国来たなって感じで、まあ極力ね、
いろいろやるって言ってたんやけど、いろいろやってるんやけど、未だにね。ちょっとね、極力時系列というか、ちょっと指導が遅かったんでね、この四万十川戦いて。だから、まあ仕方がなかったんやけど、まあその辺は許して。厳しい、みんな。許してくれ。誠実に打ち取った。待って、ちょっと光秀は光秀であっち行ってもらいたい。元近は元近であっちやって。なるほどね、これ上下両方でことが起こるから頑張らないとね。慎重に進まねば。オッケー、しっかりとここも突破していきたい。打ち取ってる。光秀使いやすいからね、この方の仕様すごく迅速攻撃タイプってこともあってかなりいいよ。打ち取ったりかっこいい。なんか声がいい。この二人ともさ声よくね。光秀もさ元近もあとは別動隊の援護に集中しろ。え、ちょっと待って、弓兵倒す。いや結構だるいな。え、しかもあんな上どうやって倒すの。これ矢倉壊すんかな。あ、壊すんやな。金沢が画策したにしてはできすぎている。できすぎてるな。裏に知恵者がついているかもしれない、ね、そいつの正体は何者や。オッケー、盟友だからな。矢倉を壊して倒していくっていうスタイルね。お前動かない。まだね、ちょっと長宗我部あんま育ってないからそんな強くないんよね。やらかした、やらかした。申し訳ない、皆さんごめんなさい。失敗しました、ミッション。くそー、やってしまったよ。なんかね、遅かにしまうよね、まあ、これ実況中でさめちゃめちゃ喋ってまうやん。じゃあさ忘れてまうけど、ついついミッションやらなあかんこと。すまない、許してください。極力ね、ミッション制覇はちゃんとするつもりではあるんやけど、ちょっとね、自分不器用なもんで。反骨の魂、こいつ何言ってんのって感じやけど。反骨魂、みんなも反骨魂持ってる。反骨魂でやっていこうぜ。いやー、みんな見てくれてる人反骨魂多分あると思うよね。結構骨のあるやつだろ。ありがとう、見てくれてるあたりでね、もう俺の動画見てくれてる時点で骨のある人間ですよ。ありがたい、嬉しいっす。ギガント、ギガント嬉しいっす。響け、おい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 って。長宗我部元親は戦国無双2の猛将伝かな、あれでプレイアブルかなって。俺あの時ね、当時ね結構使ってたんよね、実は。好きやって、個人的に、うん、結構好きなキャラやかやってんよね、あの時ね。ちょっとね、まあ魅力的やった、当時としては。斬新やん、三味線っていう武器が斬新すぎて、なんかすげえ面白くなって、すげえ使ってた。楽しいって思って。さあ一条大友軍なんか来るか、ここから動きあるやろ絶対。反骨の魂の鼓動がでね、いつもなんかこういう発言をしてるので、いまいちね理解できないと思います。見てる人、長宗我部元親、こいつ何言ってんの、こいつ何言ってんのって、そう思う瞬間ってこれから四国のショーやってると多分多いと思うんで、皆さんあらかじめご了承ください。食い止めてんって、なんや、ゴミが一条金沢だ、お前何言ってんの。開門、ほんま言いなりやな、ただの駒じゃないか。そうそう、都合がいい人やね、いわゆるいい人って呼ばれるやつやね。いい人ってね、よく言われるや、今でもいい人ってね、かっこ都合のいい人みたいな。ひでえ。最低だ、騙されちゃいけませんよ男子諸君、まあ俺も含めてやけど。あ、銀地上動いた。オッケー、任せろ銀地上。お、動くか。俺は北だな、風神行ってくれ、光秀が上行ってくれ、南は俺に任せろ。
高速壁近いですね。あれ結構有名、あいつプレイアブル化するんじゃねっていう噂立てられてるよ。高速壁近いって次回作でありえるんじゃねっていう、割と有名みたい。人中が危うい。同説、同説名所立花同説。来るか高橋常雲、マジで結構豪華、大友勢豪華、いや豪華だな。さあ光秀に切り替えてのいっか、まあ封刃は俺が止める、光秀で。新速攻撃タイプ、もともとね徐々攻撃タイプってこともあって、そっからの新速攻撃タイプに変わったから、アクション自体は健在やから豊富なんよね光秀は。まあいいっすよ、かなり使いやすい。敵将イケボ、イケボすぎる、ヤバすぎる。さあ宗茂倒すと、雨が親しい、勝てるかもしれない。調子乗んなお前、倒すぞ、えい、倒してく。さあ高速壁近いっす、お前守ってやる、よしオッケー。反骨魂、さあ上運と同説、もうやられちゃったのって。いやお前ひどすぎだろそれ、頼りない言うな、ひでえな。頑張ったんだよ宗茂お兄ちゃん、宗茂お兄さん頑張ったのにそんな言い方ねえだろ。さあ動くか、金貞っていうな、お前野望がすごいな。ご少々、さあ無双奥義回転超疲れ、あ架け橋、橋がつながった。魂の歌、え何だあっこ行けってこと、マジ。いやー結構遠いよ、なるほど、あー割と遠い。なんだあの女は、確かにそう思うな。えちょっと待って、やばいかもこれ、これ割とやばいんじゃね、割とこれ間に合うかな、これ難しい。風神雷神つってね、やかましいわ。ちょっと待て、一丁前にもガロシが何言うとんねんって突っ込みたいところだが、ちょっと待って、あいつら中村城早いって、間に合うか、ちょっと待って、故障症 OK、 間に合った、アップねー、おい来たぞてめえ黒幕、ご少将お前が全部糸引いてんだろ。そんな西国に欲しいの、ジャカーシーは誰だ、誰だ金貞を裏で操っているのは俺だ、私だ、それいやお前だろ、ジャカーシーは響け、切り進む、戦なく太平を見るため見るまで、間違っちゃったごめん。さあとりあえず止めたぞ、ははっ金皿みたいな小物には負けんぞ。四国は渡さん、四国は我が手中に収める、一丁前に四国語ります。四国はね、まあ俺住んでるとこ、俺関西人なんやけど四国は割と近い方やん、せやから行ってるって思ったら全然行ったことないっていうね。実は四国ね行ったことないですよ人生で一度も、うん、なんかあんまねないよね、うん、いや申し訳ないけどなんか行かないってだけ、なんか下の者は苦労する、分け放つと愚かな大将を担ぐと、しばし、あの三国のさ、しばしが喋ってるみたいな内容やな。愚かな大将を担ぐと下の者が苦労するみたいな。一条は何だ、名門、名族なんやな。なんかすげえ動員来たよ、あ敵兵撃破ね、任せろ、光秀で行くか。上等、反骨魂、お前何回言うねそれ、お前の反骨さんはなかったから300人撃破いけるかな、いけるわ。さあいけ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 、ガンガンいくぞ。ちょっと元地下に変えちゃう、ここらで稼いどかないと、撃破すしっかり、
はっ。あと30ぐらい。新速でなんとかなるからな。いや、気持ちいい。気持ちよすぎる。さあ、一条兼定。お前、倒して。四国開幕四万十川の戦い、勝利するぜ。父さんはまたさ。お前なんかさ、メロメロマークついてるやん。一条。やばいってこいつ、バカやろ。終わってるやん。光秀、そっち引っ張らないで。響け。うわっつって。ほら、メロメロマーク。よし、倒した。さあ。見たか。四国制覇、開幕。バカめだ。お前みたいな小物に渡さんぞ。四国序章やな。確かに土佐統一。俺たちの戦いは始まったばかり。始まったばかりだ。四国より声を上げよ。元近殿、戦勝おめでとうございます。ところで一条兼定は今頃は大友を頼って海に逃れていよう。彼を捕らえなくてもよかったのですか。奴はあの女に踊らされていたに過ぎん。もはや再び兵を挙げる気概など残ってはいまい。ふむ、踊らされただけの一条は捕らえぬのか。元近は意外に優しいのじゃな。一条の再起がないならば土佐は安泰。元近殿、次はいよいよ。アワ、そしてサヌキ。簡単にはいかんだろうが、進む道は一つだ。はあ、四国制覇に向けて突き進むのじゃ。いえ、もう密航は許しません。見てくれてる方本当にありがとうございます。これまでのね動画もね再生リストの方から見れるんでね、よかったら見ていってください。チャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナタでした。さよなら。